和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。今回はまたまた和歌山県田辺市本宮町本宮にある麺屋三つ味さんであります。ラーメンであります。前回岩谷拓也オーナーシェフが熊野親父の写真展会場に来てくれたことから訪ねてみた動画をアップしています。そちらもご覧ください。今回は世界遺産20周年の記念の日、7月7日大湯の原のイベントに熊野おばさんと来てお昼のランチを取りました。熊野おばさんは一番人気のヤタガラスラーメン、醤油ラーメンを、私は今回は2番人気の塩ラーメンを食しました。地元和歌山の湯浅醤油を使ったラーメン、その酸味が合わさった絶妙の味わいの醤油ラーメン、そして塩ラーメンの方もよく研究されたお味に仕上がっていると感じました。大きなチャーシュー、たっぷりの白髪ネギが乗っています。それでは麺屋三つ味さん、ヤタガラスラーメン、ごゆっくりお楽しみください。シュークリームを2個も買ってしまったという動画となります。チーズケーキ、チーズケーキだ。三つ味さんやっているのだろうか、旗は待っておりますが、ちょっとどうか、どうだ、どうだ、であります。こちらの方、熊野本宮に来たらこちらのラーメンが定番であります。こちらのラーメン、こちらの三つ味さんであります。営業が10時から三つ味さん、こちらの方で本日は食事をしたいと思います。それでは入ります。そこまた今日は寄せてもらいました。本宮大社で後からご祈祷でちゃんと演奏させていただくので、キラキラ、これは素晴らしい。はい、ぜひぜひ。素晴らしいサービスが入っております。さすが三つ味さんであります。いえいえ、これでね、ですぐ近くの和紙作る音無さんという和紙の体験できるところで、はい、抽選をしてますので。これ書いていただいて、帰りにこれを、はい、あ、抽選会員、そうです、うん、はい、和紙を作ってる大人でした。そうなんですよ、和紙の体験ももしお時間あればこれは近くの、もう、ほんと徒歩2分のなんか、中岡さんのお酒の酒屋さんの前を見ようと思います。はい、もう近くですね。ちょっと寄っていこう。はい、みんな三橋さんの本熊野本宮笹祭りということで、7月4日から、7月4日から本日までであります。残念ながらお伝えするのが遅くなりました。多分この動画がアップされるのは 2,3 日後だと思われますので、ちょっと間に合わないと思いますが、こちら笹祭りをやっております。こちらの方、
あの抽選引き換え券というのをいただきました。こちらの方にその願い事を書いて提出すると、こちらの抽選券がいただけると、こういったサービスであります。ということで、熊の親父、こちらの方書かせていただきました。熊野古道世界遺産登録20周年おめでとうであります。さらにこの先30周年も来るぞという形で、こちらの方願い事を書かせていただきました。お待たせしました。塩ラーメンは、はい、こちらで、ね、ありがとうございます、ね、今日は初めて、ね、この前は醤油だったから、ね、やっぱり塩ですね、覚えてくれてるよ、ね、いやいやそれということで、音なし体験ということで、こちらの方何やら抽選ができるということで、こちらの方行ってみたいと思います。本日笹まつりということで抽選ができるということで、やっぱいやもういいです。お、71キロ全入様で、これを狙ってみたいと思います。もう出た？出た？はい、出てますけど、まだ残ってます。え、残ってんねん。あ、違うの。ここの白いところ。あ、そっか。全然違うところ。何か？参加者。残念。残念と思います。あ、残念。さあ、引きが弱い熊野おばさんでありました。残念であります。熊野牛当てることができませんでした。笹まつりの笹まつり抽選会場とありますが、こちらの方笹まつり抽選会場で抽選を行いましたが、参加賞せんべい1枚という、そういった今年を占うような結果となってしまったのであります。
間ちょっとかけて帰りたいと思います。現在の時刻11時48分。さてこれより帰還したいと思います。後にします。お味の方は八田ガラスせんべいであります。参加賞いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。